確率論の講義もついに最終回第10回にたどり着きました。お疲れ様でした。早速最終回の講義始めていきたいと思います。今日は3つのことを勉強します。まず1つ目が正規分布の続きの正規分布の一般形です。前回は規格化された正規分布、つまり平均が0で分散が1の正規分布というのを勉強しました。今日はその規格化という制限を外してより一般的な正規分布の形というのを見ていきます。そして次に勉強する今日2つ目のポイントが中心極限定理です。中心極限定理、もう一回言いますね。中心極限定理です。でこれは多くの分布が試行回数 N を増やしていくと正規分布に行き着きますよという話です。なので実は世の中の現象の多くというのは正規分布で記述できるということになって、ゆえに正規分布というのは非常に重要ですということになるわけです。そして今日の最後のポイント、3つ目のポイントは、正規分布に従う確率変数がある範囲の値を取る確率が具体的にどれぐらいなのかをどうやって計算するのかという話です。もちろんこれはコンピューターなんかを使えば計算できるんですが、そんなことをしなくても正規分布表という、あらかじめそういう値を計算した表というのが世の中にあるので、それをどうやって使って非常に簡単に実際の値を出していきましょうかという話を説明します。それが今日の3つ目のポイントです。で以上終わった上で今日は最終回ということで、最後に全10回の非常に簡単な復習というのをつけておきます。でそしてその後、この講義の後に続く秋学期の講義ですね、統計学、この統計学と確率論がどうつながっていくのかという全体像の説明をしていきます。でぜひそれで統計学にも興味を持っていただいて、統計学の講義も聞いてもらえればなと思います。それでは早速、本日の講義の内容に入っていきたいと思います。それでは確率論の講義最終回第10回の内容に入っていきたいと思います。今日は3つのことを勉強することになるんですが、その中の一番最初に勉強するのが、正規分布の一般形です。でこの正規分布の一般形というのを考えるにあたり、まず、少し前回の復習を兼ねることになるんですが、正規分布の平均と分散、前回勉強した規格化された正規分布の平均と分散というのを見てみましょう。じゃあいきますね。規格化された正規分布の平均と分散です。分散ですね。前回勉強した正規分布、こういう形をしていました。G of Z イコールルート 2π 分の1エクスポーネンシャルマイナス2分の Z の2乗です。で、ここで僕は規格化されたという言い方をしたんですが、ここでいう規格化されたというのは、この全体をマイナス無限大からプラス無限大まで、積分すると1になるという、そういう意味での、分布の規格化ということではないんですね。確率の規格化ということではありません。実はこの規格化されたというのは、平均が1、平均が0、標準偏差が1になるように規格化されたということです。なので、実はこれ正規分布の平均と分散と言ってるんですが、もう答えは出てるんですね。平均は0で分散は1です。で、ただそれをまず確かめてみましょうというのが今日の最初のところです。じゃあ実際確かめてみましょう。これが、前回求めた規格化された正規分布の形です。で、ここから平均と分散、Z の平均と分散というのを求めていきます。Z の平均と分散というのを求めていきます。まず平均、μZ。これどうやって求めるか分かりますか？平均は1時のモーメント、つまり Z の期待値でした。Z の1乗の期待値です。なのでこういうふうになります。書きますね。エクスペクテーションの Z ですよね。なのでこれは Z に確率分布 2π 分の μ1 エクスポーネンシャルマイナス2分の Z の2乗というのをかけて、これを全領域で
積分するんでした。でそうするとこの値何になるのか、これ実は一見難しく見えるんですけど簡単なんですね。ポイントになってくるのはこいつです。こいつ、特にこいつですね。 Z が事情で効いてきています。こいつということはどういうことなのかというと、これ実はこの部分偶関数なんですよ。で実際にこれ絵に描いてみても、これ前回勉強したところなんですが、これベルシェイプをしています。真ん中が0で、それを対象に分布するベルシェイプをしていると。でそこにこの Z ですね、こういうのをかけて積分するわけなんで、こっちマイナスでこっちがプラスですよね。なんで、これ見てやるとこの部分とこの部分、正の部分と負の部分が打ち消し合ってしまいます。なので全体積分してやると0になるということは、Z の平均 μZ というのは0になります。 OK。でこれ、規格化された正規分布という時の規格化の意味が、平均が0で標準偏差1ですと、もしくは平均が0で分散1ですということだったので、その通りのことがきちんと確かめられましたということです。平均 Z の平均は0になります。これが1個目のポイント。で2個目のポイントは分散です。シグマ Z の事情、これは1になるだろうと我々考えているわけです。まあ、そもそも実はそういうふうな前提で導出したのがこの、規格化された正規分布なんです。それをきちんと確かめてみましょう。じゃあ標準偏差、すみません、分散、これどうやって求めるんだったか。分散というのは Z 中心周りの Z の事情のモーメントですよね。つまり Z 引く μZ 全体の事情の、期待値です。じゃあこれ実際計算してやるとどうなるのか。で期待値なのでここと同じですね。確率分布にこいつ、ここがこれに置き換わります。こいつをかけてやって全領域で積分すると、全領域で積分するということをやります。で実際じゃあこれやるとどうなるのか。マイナス無限大からプラス無限大の Z 引く μz の事乗スクエアルート 2π 分の1、ちなみにここはもう定数ですよね。さっきのところでも言っといた方が良かったんですが、これは定数なので実はあんまり気にしなくていいということです。でここその後エクスポーネンシャルのマイナス2分の z の事乗です。で dz で、ここで使えるのがここです。 μz これ何やった？0ですよね。なんで、この式というのは実は非常にシンプルな式にまとまります。まずこの定数外に出してしまいましょう。この定数ですね、外に出してしまいましょう。スクエアルート 2π 分の1、積分の外に出しました。でマイナス無限大からプラス無限大の、ちょっとこの辺邪魔ですが、Z の事乗をエクスポーネンシャルマイナス2分の Z の事乗です。で、これこの後計算式ちょっと省略するんですが、きちんとここで計算していくと最後1になります。ちょっと時間の都合で省略してしまいます。いいかな。でただ、みんなにきちんと、把握しておいてほしいのはこの最終的に得られた結果です。 μz つまり Z の平均は0になって、シグマ Z の事乗つまり、Z の標準偏差というのは1になりますよと。この2つ、よく使うのできちんと把握して、これから、この議論の中で使っていくので把握しておいてください。いいかな。平均は0、標準偏差は1です。じゃあ次に、これを前提として正規分布の一般形というのを考えていきたいと思います。で一般形っていうのはじゃあどういうことなのかっていうと、つまり規格化されていないということです。でこの規格化っていうのはさっきの繰り返しになりますが、全領域で確率を積分すれば1になりますよという意味での規格化ではありません。あと全ての確率分布というのはその規格はされているので、そっちの規格化のことではありません。規格化されていない一般形というのは平均が0、標準偏差が1というふうな規格化がされていないということです。じゃあ、そういう正規分布の一般形どうやって表すのかというの、そこからまず考えてみましょう。口で言って
言えばまあそんなものかなと思うんですが、今数学の数式で考えていくので、それをきちんと数式で表せないとダメなんですね。なので、一つ考えます。まず Z、 これは規格化された正規分布に従う確率変数でした。でそれに対して Y というのを考えます。でこの Y からある定数 μ を引いて全体をシグマで割ったもの、これを Z として定義します。いいかな。今、僕らが定義したのは、今 Z を Y を使って定義したんですが、本当にやりたいのは Y を Z として、を使って定義するということです。でこの Y というのが実はこうやって、まず、こうやって Z を Y で定義しました。ただ我々が興味があるのは Y を Z で定義するということなので、この式を変形してやります。いいかな。ここまではいいよね。で、ポイントです。この Z というのは規格化された正規分布に従っています。で、この Z を、この、正規分布に従っている、規格化された正規分布に従っている Z をシグマをかけることでギュッと引っ張ったり縮めてやったりすることができます。いいかな。分布を引っ張ったり縮めたりするのがここで、さらにここにミュー、こいつを足すことで、あ、そっか、書きますね。ちょっと書き、メモで書きます。これが Z です。でシグマをかけることでこれを引っ張ったり縮めたりすることができます。でさらにこのミューを足すことでこいつを横にずらすってことができるようになるわけです。例えばミューを足すと全体がミュー分ずれるってことね。いいかな。なのでこういうオペレーションをしてやることで、Z、 規格化された正規分布に従っている Z というのが変換されて、より一般的な正規分布の形に従う確率変数 Y というのが出てきます。でこの Y が従っているのが正規分布の一般形です。Y はこの正規分布の一般形に従うということです。なので、我々が今興味があるのはこの Y ですね。この Y が従っている分布の形というのに興味があるわけです。で、一つこの時にまず、この Y が従っている一般的な正規分布、一般形の正規分布、Y が一般形の正規分布に従っているというふうに理解した上で、じゃあ Y の平均と分散というのはどうなるのかというのを考えてみましょう。つまり一般形の正規分布、一般的な形をした正規分布の平均と分散はどうなるのかということです。まず平均からいきますね。Y、 こう一応書きましょう。 Y が従う分布、つまり、正規分布の一般形です。これの平均、これを μy で書きましょう。と分散、これを σy の事乗で書きます。ちょっとこれ直しますね。分散は何でしょうというのが今から考えることです。で、これ実はそんなに難しくありません。じゃあ実際見てみましょう。μy、 これはどうなるのか。あ、そうか。一つ復習しておきますね。第4回で勉強したところの復習を今しておきます。教科書、第4回でやったこと。それは何なのか。y イコール ax プラス b という変換をしたとき。これに合わせて Z にしとこうかな。いや、第4回の表記に合わせましょう。Y イコール AX プラス B という変換をしたときに、μy は平均はどう変換されるんだったかな。平均はここですよね。こいつ。この X、ここに X の平均を入れたものっていうのが Y の平均になるんでした。こういうことです。μy イコール Aμxx プラス b です。
いいかな。でこれ覚えてない人第4回復習してみてください。教科書で言うと教科書の52ページ53ページです。覚えてない人はちょっと復習してみてくださいね。で、もう一個、今平均、平均というのは A μ x プラス D でした。で標準偏差、あ、ごめん、分散、地上なんで分散ですね。シグマ y 地上分散です。 y の分散というのはどうなるんだった、これはここね、この A を地上したものに x の分散、シグマ x の地上をかけるんでした。いいかな。ここまでが復習です。でこうやって見てやると、この形とこの形と、 z がここ x が z に変わっていて、 a がシグマになっていて、 b が μ になっているっていうことで、基本的にはこれ同じ式ですね。なんでこの法則、このルールをここに使ってやります。そうするとどうなるのか、μy というのは、ちょっとこれ間違いですね、書き直しますね。 μy ですね、μy はつまりシグマ、ここです、ここに z の平均、μz を足したものに、さらに最後のこの μ、こいつを足したものになります。で今この μz、 ここなんだった、覚えてるかな、さっきやったところですよね。 μz は0でした。なのでこいつ、ここは0になる。なのでμy 自体は、ごめん、間違った。ごめん、すいません、間違えました。刺すところ間違えました。ここですね、μz、今議論してるの。この μz が0になります。ここが0になるので、この項全体が消えてしまって、これは最終的に μ になります。いいかな？で次、σ。y の事情です。でこれはこっちのルールを使います。そうすると a 事情かけるシグマ x の事情で、 a 事情なんだろう、なんだったのかと、ここですね、a が何だったのかというとシグマです。なのでここにはシグマ事情がきます。で今度シグマ x の事情っていうのは、今 z で、x が z に対応しているので、シグマ z の事情です。シグマ z の事情で、このシグマ z の事情、z の分散というのは何だったかというと、これですね、ここ1です。なので、こいつ1になってしまって、これはシグマの事情になります。いいかな。で、ポイント、ここです。実はもうすごくシンプルで、μy の平均というのは、この座標変換をやった時のこれ、こいつが y の平均でした。で次、y の分散というのはシグマの事情です。なので、こいつが y の分散ですということです。こいつが y の平均、こいつが y の分散です。で、この式でいくと、こいつが y の分散、こいつが y の平均です。OK。で、ここまで、理解した上で、この式を元のここ、この z ですよね。こいつに代入します。で、それによって、y の、y の分布の式、つまり一般形の正規分布の式というのを出してやります。そうするとこうなります。ちょっと待ってね、あ、いいのか、こうですね、y の分布の式 h で書きましょう。 h 分の y、 これはさっきの g、 こいつね、こいつのここの z に、ここの z に、これです。これを代入したものです。とすると、こういう形になります。いいかな。で、これもう一回ここ下ろして書いていきますね。これ書いただけです。で、これ、こいつが
これが正規分布の一般形です。なのでこれしっかり覚えておいてください。いいかな、これ重要です。これがまさに正規分布の一般形でした。で、こういうふうに、表された正規分布の一般形、一般形の正規分布、これに従う確率変数の、平均は μ です。そして分散は、σ の2乗です。ということです。あれ？あ、ごめん。ここの位置間違えました。こうです。ちょっと直しておいてください。2乗はここに来ます。こうですね。ということです。もう一回言いましょう。途中になっちゃったらもう一回言います。まずこれが正規分布の一般形です。そしてこの正規分布の、一般形の正規分布に従う確率変数 y の平均はここ、この μ です。そして、標準偏差が σ、分散はそれの2乗で σ の2乗になりますということです。で、そしてこの一般形の正規分布、前回前々回勉強したような二項分布やポアソン分布の 時のように、こういうふうにシンプルに書きましょうというルールがあります。それがこれです。N、ノーマルディストリビューション、正規分布の英語ですね。ノーマルディストリビューションの N。そこに μ と σ という書き方をします。で、これ見てもらえばわかるように、この分布にはパラメーターは2つしかありません。この分布の形を決めるパラメーター、つまり母数は2つしかありません。μ と σ です。で、y っていうのは変数なんで違いますよね。形を決めているのはこの2つです。なんで μ と σ、この2つを指定すればこの正規分布の形というのは完全に決まります。でこれは、一応もう一回上のを書き直しているだけなんですが、こういう形をしてますよということです。マイナス2分の1の y 引く μ 割る σ の2乗の括弧ということです。以上が正規分布の一般形でした。では、このまま続いて2つ目のテーマ、中心極限定理というのに進みましょう。中心極限定理です。で、これも実はすごく重要な定理なんですが、この定理があることが重要なんですが、あんまり一生懸命使うという定理ではなくて、この定理を知っていて、中心極限定理があるのでこうですという結論が常に出せるということが重要です。で、この中心極限定理なんで重要なのかというと、これがどうして正規分布が重要なのかを説明してくれるからです。いいかな。で、中心極限定理いきます。非常に簡単な定理です。覚えておいてください。ほとんどの分布は ちなみにほとんどの分布はというのはいろんな種類の分布です。ほとんどのいろんな種類の分布、例えば二項分布、今まで勉強してきた二項分布というのはほとんどに入ります。で、ポアソン分布、これも入ります。で、長期化分布も実は入ります。こいつらね、こいつらほとんどの分布は試行回数 n が無限大、ものすごく大きくなると、無限大って、非常に大きくなると、ほとんどの分布は n が非常に大きくなると正規分布になります。びっくりマークつけておきましょう、重要なので。これが中心極限定理です。で、ちなみにこのほとんどの分布のもう一個ポイントがあって、ほとんどの分布、こいつらの特徴は、分散が有限な分布ということです。
N が大きくなっても分散が有限な分布、例えば二項分布、ポアッソン分布、長期化分布というのは、N がどん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 大きくなっていくと、最終的には正規分布にどん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 近づいていきます。なので、今までいろんな分布を勉強したんですが、実は、いろんな分布に従う、なんていうか、いろんな分布に従う現象というのがあるんですね。で、それらの現象というのは、N が大きければ、実はほぼほぼ正規分布で考えて進めていくことができます。考えて理解していくことができます。なので正規分布っていうのはかなりもういろんなところで使える、いろんなところで出てくる分布っていうことになるわけです。なんで正規分布、僕は正規分布のことを何度か分布の王様という言い方をしてたんですが、この正規分布しっかり押さえておけば、ほとんど、ほとんどというのはちょっと言い過ぎですね、大概の現象というのは、物理現象、世の中の現象というのは理解できるということになるわけです。なので中心極限定理、ほとんどの分布は N が大きくなると正規分布に近づいていく、これをきちんと理解しておいてもらって、でなので正規分布が重要ですというのを把握しておいてくださいということです。で、中心極限定理非常に重要で、今日2つ目のテーマなんですが、言いたいことは実はこれだけですということです。で、こういうふうに中心極限定理のおかげで正規分布というのは実際世の中で起こることを記述しようとしたとき、世の中で起こる確率的に起こること、世の中で確率的に起こることを記述しようとした際に、あらゆるところで出てきます。正規分布というのが。で、じゃあ、ということは、実際に正規分布で分布している現象が起こったときに、具体的にどれくらいの確率で何が起こるのかというのを計算したいという要求というのがいろんなところで出てくるんですね。なので、今日のテーマ、そして、この確率論のテーマの最後のところになるんですが、それは、そこに基づいて実際に正規分布している確率変数がある範囲に落ちるときというのはどれぐらいの確率なのかというのを、具体的にじゃあどうやって計算すればいいのかという話をしたいと思います。まずその例として、ある値以上の範囲をある確率変数が取るときというのを考えてみましょう。正規分布している確率変数ある確率変数がある値以上を取る確率は どれぐらいでしょうかというのが、この講義の最後に考えていくところです。で、これもう少しちゃんと考えてみましょうね。これが例えば正規分布に従う確率変数 x です。今、x で書きます、確率変数を。で、この x というのは規格化されてなくていいですね。こうです、こう考えます。ある正規分布に従っています。ちょっと歪んじゃいました、書き直します。難しいね、あんまこだわってもしょうがないんですが、こういう感じです。いいかな。で、この、中心、この分布の中心は平均 μ です。そして例えばあるライン、ここを考えてみましょう。この x がこのラインよりも大きい値を取る確率が知りたい、つまり、この図で言えばここの面積が知りたいというふうに考えましょう。いいかな。で、この値、ここ何なのかというと、平均 μ に例えばシグマ、標準偏差を足した値です。これ例えばですよ。例えば、このライン、この値というのを考えて、それよりも大きい値を x が取る確率を知りたい。それはつまりどういうことなのかというと、この分布のこの図で言えばここの面積が知りたいということです。で、これもちろんコンピューター、あれば実際に数値積分でこれ全部計算してもらえばいいんですが、実はこういう例えばある値、ここが知りたいとか、もしくはこっからここまでの間が知りたいみたいな需要っていうのはかなりいろんなところで出てきます。なので、そこをもうあらかじめ計算して表にしてくれている正規分布表というのがあるんですね。正規分布表とか正規分布の積分表というのがあります。で、教科書、我々の使っている教科書の我々が使っている教科書の213ページ、
見てみてください。これがその表です。で、この講義の最後でやるのはこの正規分布表を使って実際に例えばこの面積を求めてみましょうということをやってみます。で、これね、まずこの面積、これが例えば、例えばじゃないです、数式でどう考え、表現されるのかというのを考えてみましょう。これはこうなります。正規分布の式こうです。もうちょっと下に書きますね。正規分布の式 2π 分の1シグマ分の1、これは規格化されてない、正規分布の式ですね。で、ミュータスシグマから無限大、つまりこの範囲です。ミュータス、この範囲って書いちゃったらこうですね、ここもどんどん小さくなってるのでこういうふうに書いちゃったけど、この範囲です。この範囲、ミュータスシグマから無限大、ここまでの範囲で、この正規分布を積分します。こうですよね。で、今この定数部分っていうのをこの積分の外に出しちゃいましたが、さっき出てきた正規分布の式ではこれです。これ、このエクスポネンシャルとくっついてます。で、ただこれ定数なので今積分の外に出して書きました。こいつらはいいかな。で、こいつの面積はいくつなんでしょうというのが我々の疑問です。で、これじゃあどうやってやるのか、これです。この正規分布表というのを使います。で、この正規分布表を実際に見てみましょう。これです。これが教科書の213ページにある正規分布表です。で、これじゃあどうやって見るのか、この見方を説明するというのがこの最後のところのポイントです。ここね、まずミュー、正規分布表ではこのミューを0だと考えています。で、シグマを1だと考えています。それがここね、この式です。この正規分布表、教科書の正規分布表で仮定しているのは平均が0で分散が1の正規分布、つまり規格化された正規分布ですね。いいかな。で、なのでじゃあどうやって考えるのかというと、ここです。今我々が考えているのは平均にシグマ1個分というのを足したものです。なので、ここね、こいつ、この値が実はシグマです。いいかな。で、この値、この値がさらに細かい小数点以下の値です。で、そこの見方はちょっと後でやります。まずここだけ見てみましょう。で、今我々が気にしているのはミュータスシグマで、ミューは今0でシグマ1です。1シグマっていうことですね。なので、この縦のところの1シグマのところを見てやります。で、1.0、ここね、1.00 シグマです。これが、小数点以下2桁目。なので、1.00 シグマ。ここね、もう一回いきますね。ちょっと拡大しておこうか。1.00 シグマなんで、ずっと降りてきて、ここです。なんで、これ見てやると、0.1587 ということがわかるわけです。で、これね、そうすると、この答えは 0.1587。 これはつまり、15.87% です。つまり、じゃあこれどういうことなのか、でもう一回いくね。グダグダグダっと説明しちゃったので表を使いながらもう一回いきます。今我々が、知りたいのはこういう正規分布に従う分布が、確率変数があって、それがある値、平均から何シグマか、平均プラス何シグマという値、表現で表されたある値、そこよりも大きな値を取る確率です。つまりここですね、この面積ということになります。で、ここもほとんどゼロなんで、今この面積ということになります。で、これを表で見ていきます。で、表で見ていくときに気にするのはここです。何シグマ、プラス何シグマかということです。で、今1シグマなんで、それはこの縦の方の 1.0。で、1.00 シグマなんで 1.00 ということで、ここを見ますということです。そうすると、
割合で言うところの 0.1587、 つまりパーセントで言うと 15.87% です。ということは、正規分布に従う確率変数 x があって、それが平均よりもシグマ以上大きい値を取る確率というのは 15.87% ですということがわかるということです。いいかな。で、この表の見方もう一つやっておきましょう。例えば、どうしようかな。2シグマ、もう少しいくつか2つだけ例をやっておきますね。じゃあここに書きましょう。キューッとあって、さっきのはちょっとキリが良すぎたので説明分かりにくかったところもあるので、これいきましょう。これがミューで、今度はここをミュー足す、0.43 シグマというふうにしてみましょう。じゃあこの時どうするのか。これ 0.43 シグマですよね。なんでまずピューって言って、ここ 0.4 です。で、小数点以下2桁目3、ここがきます。なんで 0.43、ここ。なので、0.3336 というのが答えになります。で、なので、ここ、ここの面積、もしくは、この値よりも上を取る確率、というのは、0.3336。これはつまり 33.36% ということになるわけです。で、もう一個応用編いきましょう。例えばね、ある範囲、どうしような、ここを例えば、ここミューね、ここをミュー引く、どうしよう、 0.21 シグマ、ここを例えばミュー足す、ね、ミュー足す 0.5 シグマというふうにしましょう。で、その上でこの間に入る確率はいくつでしょうというのを考えてみましょう。で、これじゃあどうやって考えるのか。この表で出てくるのはあくまでもここの面積ですよね。OK。で、まずこれ、ここはわかります。見てみましょう。ここの面積。これね。ここの面積。これは 0.5 シグマなので、キューッときて 0.50、ここです。0.3085 です。0.3085 で、次、ここの面積、ここがまず一つ目の応用編です。ここどうなるのか。これはこの正規分布というのが対称分布だというところを使ってやればわかるわけです。なんでこれくるっとひっくり返してやって、ここね、0.21 シグマ、これをこっちに持ってきたと考えて、 0.21 シグマよりも大きい面積って考えればいいわけです。なんでこれ 0.21 を見りゃいいってことになるわけね。で、ギューッといくと 0.21、 ここです。これね、 0.4168 です。 OK。 なんでここは 0.4168。 じゃあここの面積どうなるのか。つまり、μ 引く 0.21 シグマと μ 足す 0.5 シグマ、ここの間に入る確率変数が、この間の値を取る確率はどうなるのかっていうのを考えると、じゃあどうなるのか。これ実は簡単に計算できます。規格化条件があるので、正規分布でも全領域で積分すると1でしたよね。で、この1からこいつとこいつを引いてやればいいわけです。つまり 1-0.3085 引くことの、さらに引くことの 0.4168 ということで計算できるわけです。で、これも実際数字の計算なんで、計算はここではしませんが、気になる人、頑張って筆算で計算してみてくださいということです。じゃあ以上で、確率論の第10回の講義を終わりたいと思います。で、今日のところいつものように復習しておきましょう。まず今日は3つのことを勉強しました。まず1つ目がこれです。正規分布の一般形です。
で、この正規分布の一般形を、規格化された正規分布の平均分散というのを使って、きちんと確認しました。で、規格化された正規分布の平均と分散というのはまず平均が0、そして分散が1になります。で、これを使って正規分布の一般形というのをずっと考えていきます。で、そのために何をやったかというと、規格化された正規分布に従う確率変数 z を一般化した確率変数 y というのを考えたんですね。で、そうやって出てきた一般化された確率分布がこれです。 h of y、 一般化された正規分布がこれです。 h of y、 これはスクエアルート 2π かけシグマ分の1かけるエクスポーネンシャルマイナス2分の1 y 引くミュー割るシグマの事乗の全体の括弧ということになっていて、ポイントはやっぱりこの y の事乗というのが出てくるよということです。で、さらにこれ y を割る部分、分母に入っているシグマというのが標準偏差、このシグマの事乗、 こいつが効いてくるんですが、シグマの事乗というのが、この一般化された正規分布の分散になります。シグマの事乗ね。で、この y のずらしとして作用しているミュー、これが平均になります。この一般化された正規分布の平均になります。で、この一般化された正規分布というのは、この2つのパラメータ母数シグマとミューが決まれば形が決まるので、一般的にはこういう形で書きます。ニューオブ、ごめん、 N オブミューシグマというふうに書くわけです。いいかな。で、ここまでが、一般化された形の、一般形の正規分布でした。で、この正規分布というのは非常に重要になります。なぜなら、中心極限定理、今日の2つ目のテーマです。これがある方です。で、この中心極限定理というのは非常に重要な定理なんですが、もの自体は非常にシンプルです。この板書1枚だけでやりました、今回も。中心極限定理を復習しておきましょう。というか、もうこれが全てです。ほとんどの分布は n が非常に大きくなると正規分布にどん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 近づいていきます。なので、世の中で起こるいろんな現象を確率的に起こる、統計的に起こる、確率的に起こるですね、確率的に起こるいろんな現象を記述しようとしたときに、普通 N というのはかなりの場合大きくなっていくんですよ。なので、世の中で起こるかなりのことが正規分布で記述されます。なので、この授業でも僕は何度も、正規分布っていうのを分布の王様というふうに表現したわけです。で、その正規分布が分布の王様である根拠がこの中心極限定理だったということです。いいかな。で、そして最後、この講義の最後で勉強したのは、実際に正規分布に従っている確率変数、もしくはその正規分布に従っている確率変数に従うような物理現象があったときに、それがある値以上を取る確率というのを具体的に数字でどうやって求めるのかということです。今、コンピューターがあるので、その気になれば頑張ってプログラム書いて数値積分で求めてやればいいんですが、実はそれものすごくいろんなところで出てくるので、すでにあらかじめ計算した表というのがあるんですね。それが正規分布表でした。で、この正規分布表はこういう正規分布のある値よりも大きい値を取る、この面積を計算して表にしたものです。で、この表、実際こういう形をしているんですが、小数点以下1桁目までがここに並んでいて、小数点以下2桁目がここに並んでいます。で、これを組み合わせることでここの面積を求めますということです。で、ちなみにここの面積が求まるということと、これ全部の面積、全体の面積は1になる規格化条件ですね。この2つを使うことで、ここだけじゃなく、例えばこういう反対側も求められれば、ある区間内、この面積、確率というのも求めることができますよというのが、今日の3つ目のポイントでした。じゃあ以上で確率論の講義全10回全部終わることになった、なるんですが、最後に、今回の講義全10回を非常に簡単に復習しておきます。